はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原といいます。では、まだ間に合う、2023年単刀一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。年明けからでもですね、2023年度の単刀試験に間に合わせることができるんだ、一発で合格することが可能なんだということをですね、さまざまな角度から説明をしていきます。不動産鑑定試験なんですが、大枠としましてはですね、まずは単刀式試験受験をしまして、で、合格しますと、続いて論文式試験で最終合格という形で2段階選抜方式になっています。なので、まずは単刀式試験の概要から確認をしていきます。まず科目なんですが、科目は2科目ですね。行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね。2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産には様々な規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目です。宅建試験勉強された方はですね、その勉強したことの4割ぐらいが重なってくるのが、この行政法規ですね。入りやすい科目がこの行政法規という科目になってきます。続いて鑑定理論ですね。不動産を鑑定評価するとき、鑑定評価というのは、不動産の経済価値を判定して、いくらいくらで金額を出していく、そういった鑑定評価を行う際の理論、考え方を学んでいくのが、この鑑定理論、鑑定士としての専門科目がこの鑑定理論ということになってきます。いずれも択一式マークシート方式で40問ずつ2時間ずつで解いていきます。で、いつ試験が行われるかというと、5月の中旬の日曜日、通常第2日曜日、母の日が試験期日ということになってきます。で、どれぐらいの率で合格することができるのかと言いますと、合格率は近年ですと 35% 強で推移しています。宅建試験が大体合格率が15%前後だったと思いますので、一概に比較はできないと思うんですけど、合格率という意味ですと、宅建試験よりも受かりやすいのが、この鑑定試験の単刀式試験ということになってきます。3人に1人が合格できるですね、そういった合格率です。合格ラインはと言いますと、願書ですと、おおむね7割程度と示されています。それは鑑定試験の相対評価の試験ですので、問題の難易度によってですね、一応合格ラインね、多少変わってきます。直近令和4年度の本試験ですと、7割5分ぐらいが、合格ラインとなっていました。で、どれぐらい勉強すれば合格することができるのか、標準的な学習時間としましては、大体ね、500時間ぐらい勉強時間、講義の時間も含めてなんですけど、500時間ぐらい勉強時間確保いただければ、これ十分に合格することができます。宅建試験が一般的には大体300時間ぐらいと言われてますので、その宅建試験の大体1.5倍ぐらいの勉強時間確保していただければ、十分にですね、単刀式試験合格することができます。で、単刀式試験合格しますと、続いて論文式試験ですね。科目はと言いますと、鑑定理論、民法、経済学、会計学ですね、計4科目です。行政法規という科目は単刀式試験だけの科目です。一方、鑑定理論は専門科目ですので、論文式試験でも出題されまして、加えて民法、経済、会計学ですね、この科目数が4科目、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が行われるかというと、試験期日は例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程となっています。最終日月曜日、平日ですので、お仕事されている方は、事前にお休みを取っていただく必要があります。これ、真夏真っただ中3日間論文文章を書き続けなければなりません。体力勝負的な意味合いもあるのが、この論文式試験ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格できるのかというと、近年は合格率15%強ですね。6人に1人しか合格できない、なかなか厳しい合格率ですね。その6人というのは、単刀式試験合格した人6人のうちの1人です。で、いつも言い訳的に、この合格率の厳しさというのは、合格した後のこのね、この資格の使い方と大いに関連性があります。つまり、比較的取りやすい試験資格というのは、合格率が高い試験資格というのは、取ってもなかなか就職転職には直結しないと思うんですね。一方で、例えば司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのは、合格しますと希少性を生み出しますので、これ、就職転職に直結するですね。そのようにちょっとポジティブに考えるようにしてください。
で、どれぐらいの勉強時間確保していただければ論文式試験合格することができるかと言いますと、まあ、標準的な学習時間はですね、大体2000時間ぐらいは必要と言われています。科目が4科目、しかも論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、まあ、大体2000時間ぐらいの勉強時間は必要と言われています。論文式試験というのは苦手科目があるとなかなか、ね、合格することは厳しい試験ということになってきます。当然論文式試験も相対評価の試験です。なので皆が書けない難しい問題はこれ合否に影響しません。つまり皆が書ける問題を自分も書けるようにする、つまり基礎を重視して4科目バランスよく学習して平均的な答案を全科目揃えられればこれ合格することができます。基本的には得意科目は不要で苦手科目をなくして基礎を重視して4科目バランスよく学習して苦手科目をなくしてで平均的な答案を全科目揃えられれば合格することができるのが論文式試験ということになってきます。で、鑑定試験ですね、いくつか特徴ポイントがありまして、まず一つ目の特徴ポイントとしましては、一度担当式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった制度になっています。まあ、担当免除制度、言い方があれば三審制度ですね、そういった制度になっています。特に不動産鑑定試験、受験生の多くが働きながら受験をしています。なのでそういった方はですね、この担当免除制度をうまく使っていただくことが一つポイントになってきます。で、続いてのポイントとしましては、短期合格が可能となるように試験問題の見直しがこれ2016年度に実施されています。今鑑定業界でもずっと人手不足なんですよね。なので国土交通省、あとに不動産鑑定士協会ですね、こう危機感を持ちまして、なのでこう2016年度に学生の方とか、あとね、あと不動産分野とかにあんま関係のないですね、そういった人も、ね、積極的に鑑定試験受験してもらうためにですね、試験制度見直しを行いました。つまりそれまでは知識量重視のベテランが有利の問題だったりですね、採点をしていたんですけど、そうじゃなくて基礎を重視した初学者でも短期で合格することが可能なようなですね、問題だったり形式だったり採点に変えています。初学者でもね、近年はね、短期間で合格することが可能な問題に変わっています。はい、じゃあこういった試験制度を踏まえまして、で皆さん鑑定士に興味を持っていただきまして、じゃあ皆さんが最短で鑑定士になるのはどういったルートかというと、それは2023年度に担当論文を一気に受かっていくというのがこれ最短のですね、鑑定士の道です。ただなかなか2023年度に担当論文を一気に合格するというのはちょっと厳しいというのはお分かりいただけると思うんですね。特に働きながらですとなかなかですね、年明けから担当論文一発で合格するとなかなか厳しいです。なのでやっぱりテックとしておすすめの合格戦略としましては、やはりこの、ね、担当免除制度をね、しっかりと活用していただくということです。つまり2023年度はまずですね、担当式試験に特化していただきまして、短期で担当に合格をしてもらって、で担当の負担をなくしまして、2024年度は論文の学習に専念して見事最終合格を果たすですね。やはりこのね、担当免除制度をうまく活用してこの2段階で合格を目指す方がやっぱり年明けからですと戦略的な学習の進め方ということになってきます。なので2023年度に向けてはですね、担当に特化したコースを受講していただきたいんですけど、担当に特化したコースとしましては、通常のコースとして担当合格コースですね、全50回のコースがあります。担当に特化したコースとしましては、通常のコースとして担当合格コースですね、全50回のコースがあります。ただ年明けから担当合格を目指すならば、ぜひおすすめのコースがありまして、それがこちらですね、年明けから4ヶ月で担当合格を目指します2023担当スーパー速習コースですね。こちらおすすめのコースということになってきます。でこの速習コースについて、通常のコースと比較しながらこの特色ですね、ポイントを説明していきます。まずこの速習コースのポイントとしましては、通常のコースと比べまして、講義回数が、まあ、少ないですね。あえて講義回数を通常のコースよりも少なくですね、しています。つまりは
通常のコースが全50回のところですね、この速修コースはですね約半分の27回です。回数をねかなり抑えています。ただ約半分、これ回数が少ないので合格するための知識としてはちょっとね足りない、不十分じゃないかって心配になりませんかね。とこの通常のコースというのは確実に担当合格を目指すコースなんですね。確実に担当合格を目指すことを、ね、目的したコースです。なので講義の中では保険的に C ランク的な、ね、知識も触れていきますし、あとね、一度学んだことをですね今一度確認するこうまとめ的な講座なんかも通常のコースですと含まれています。じゃあ講義回数が多ければ多いほどいいかと言いますと、特に働きながらこういったね資格の勉強される方で不合格になってしまう一番の理由は、やっぱり仕事が忙しくなって講義を消化しきれずに、で本試験を迎えて不合格、こういった理由が多いです。つまりいくら講義回数が多くても消化しきれなければ意味がないということになってきます。なのでこの速修コースというのはですね、本試験問題をですね分析して徹底的に担当の知識に絞り込んで講義を行っていきます。本試験を分析して徹底的にね担当に合格するためのね知識に絞り込んで講義を行っていきます。つまりは消化不良を起こしにくいカリキュラムになっているんだということになっていきます。要は10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期間で合格を狙うということです。あの担当式試験はトップで合格しようがビリで合格しようが合格は合格です。担当式試験の点数は論文式試験に引き継がれません。なのでちょっと言葉は悪いんですけど、ギリギリでも構わないので、なんとかね担当合格に滑り込ませる、そういった戦略的なコースがこの速修コースということになってきます。いやそう言ってもですね、講義回数が少なくてもいや年明けからやっぱり合格目指すのはなかなか厳しいんじゃないかと思いますけど、本当に年明けから4ヶ月で合格することができるのかって思いませんかね。確かに年明けから担当論文一期合格はそれは厳しいです。ただ担当だけに絞るならばですね、年明けからの学習でもこれ十分に合格することは可能です。担当だけに特化すれば十分年明けから、ね、合格することは可能です。この速修コースの中の知識をインプットしていくインプット講座ですね、こちらの講座についてはインプット講座については通常のコースよりもこれ講義回数を絞っていますので、それに伴ってこれ復習時間も圧縮されています。速修コースの中の知識をインプットしていくインプット講座ですね、通常のコースよりも回数を絞ってますので、それに伴ってこれ復習時間もね圧縮されます。つまりは先ほど説明した通り、担当式試験合格するためには通常のコースですとだいたいね講義の時間も含めて500時間ぐらい勉強時間一般的には必要となってくるんですけど、速修コースの場合には講義回数が減ってそれに伴って復習時間圧縮されますので、だいたい400時間ぐらい勉強時間確保していただければこれ十分に合格することができます。つまり年明けから4ヶ月でこの400時間を消化するってことですね。年明けから4ヶ月というのは120日ですよね。120日、これ400時間を120日で割ると1日あたりの勉強時間はどうですかね、まあ、3.3 時間ほどですよね。つまり週末多めに勉強していただければ、平日はだいたい2時間ぐらいの勉強時間確保いただければ400時間消化することができます。皆さんあの通勤通学とかに往復で2時間くらい使ってないですかね。でこの通勤通学中のこの勉強時間もこの400時間の中で当然含めて構いません。なので週末しっかりとねある程度勉強時間確保いただければ、通勤通学の2時間ですね、平日は勉強時間に当てれば十分に年明けからでもですねこれ400時間消化することができるんだということです。特に宅建試験なんかを勉強されていたり、例えばねその他の試験とかで担当式試験慣れてるとか、そういった方ですとさらに勉強時間がこう300時間とかに圧縮することもできます。この速修コースというのはもうこれ開講して13年目なんですけど、今までの合格者の中には300時間、さらには200時間台とかでもね合格している方がね実際に数多くいらっしゃいます。じゃあ
この速修コースですね、申し込むにはどれぐらいのコストがかかるのかですね、受講料重要ですよね。この速修コースの受講料ですね、かなり安く受講料が抑えられています。つまりは、これ早期申し込み割引なんかを使っていただきますと、通常のコースの約半額ぐらいの受講料でこれコースを申し込むことができます。ぜひ他の予備校さんだったり他の資格試験の受講料と比較してみてください。これかなり受講料抑えられています。申し込みしやすい、始めやすいですね。そういったコストが、ね、低い金額に設定されています。ただ安いということは安かろう悪かろう、教材等々は通常のコースと比べるとなんか足りないとか違ってるんじゃないかと思いますかね。安い分そうではないですね。教材はこれ通常のコースとほぼ一緒です。つまり基礎テキスト、加工文集、あとアウトプット、まあね、当連の回数等々も通常のコースとまあほとんど変わりはないんだということになってきます。後から余計なものを買ったり付け足したりすることはね一切ありません。この速修コース申し込んでいただければテキストから過去問から全て入ってますので、このコースだけでしっかりと紹介していただければ十分に担当合格的で、ね、力が身についていきます。余計なものはね一切これ追加して買う必要はありません。じゃあこの速修コースですね、ちょっと大枠を説明していきますと、大きくこの速修コースはですね、まず知識をインプットしていきます。この担当基礎記の部分と、あとは数多くの問題を解いていく、まあアウトプットをしていくこの担当完成期ですね、大きく2つの時期に分かれてきます。基礎知識をインプットしていく担当基礎期と、数多くの問題を解いていくですね、アウトプットをしていきます担当完成期ですね、大きくこう分かれてきます。で、この担当基礎期に知識をインプットするために受講していただく講座がこの担当スーパー速修講座というものになってきます。こちらは速修のために用意された速修専用のインプット講座です。速修のために事前に、ね、しっかりと収録しているですね、専用のインプット講座になっています。で、回数としましては、鑑定理論11回、行政法9回の全20回ですね。1コマ 2.5 時間の講義時間 で全20回 この速修講座、知識をインプットして講座でまずは受講していただきます。で、続いてこのね、担当完成期ですね。数多くの問題を解いていく、アウトプットしていく時期ですね。まず、担当実践答練ですね。本試験レベルの実践的な問題を解いていく、この担当実践答練、鑑定理論3回、行政法規3回の全6回ですね。まず、答案練習会、答練です。で、続いて、全国規模で行われる、模試ですよね。全日本担当公開模擬試験全1回受けていただいて、で、5月の担当本試験臨んでもらう、そういった流れです。このアウトプットの答練講、模試はですね、2時間で40問問題を解いて、10分ほどの休憩を挟んで、50分の解説講義をですね、受講する。トータルの講義時間はですね、3時間、そういった講義時間になっています。で、この担当実践答練と、この模試はですね、通常のコースと、これ共通のものになっています。こちらはね、通常のコースと共通のアウトプットということになっていきます。つまりは、大きな流れとしましては、まずは担当基礎期にこれ速修専用のインプット講座あります、この担当スーパー速修講座で効率的に知識をインプットした上で、であとはこれ通常のコースと合流して数多くの問題を解いていくですね、そういった流れです。
知識をインプットしていく部分は速習専用のこの速習講座で効率的に知識をインプットして、でこの担当管制官で通常のコースと合流して数多くの問題を解いていく実践答練模試ですよね。アウトプットは通常のコースと合流していくですね。で仕上げていくで、そういった大きな流れになっています。で、受講の仕方なんですけど、このまずインプットしていく担当スーパー速習講座ですね、こちらは生クラスはなくて通信講座のみとなっています。こちら生クラスはありません、通信講座のみとなっています。いや自分生クラス受けたい、そういった方もいるとは思うんですけど、ただね、生クラスというのはねデメリットもあります。と通常のコースの生クラスですね、毎週日曜日がこの生クラスのねスケジュールになってるんですけど、通常のコースの生クラスは毎週日曜日朝10時から12時半まで1コマで1時間の休憩を挟ん で午後の1時半から4時までが2コマ目ですね。毎週日曜日2コマずつ、1時間の休憩を挟みますと朝の10時から夕方の4時まで6時間、まあ、通学の時間なんかも含めますとこう、ね、1日7時間丸々こう、ね、必要となってくる、そういったスケジュールになっています。これ毎週日曜日丸々7時間を、ね、確保するって結構大変ですよね。特に働きながらの方ですと、仕事が忙しくなったり、もちろんねお子さんとかの用事とかもあったりして、なかなか毎週きっちりと7時間フルでこう確保するってなかなか大変です。つまり生クラスというのは講義のスケジュールに自分のですねこう生活を合わせなければならないですね。そういったデメリットがあります。一方通信の方ですね、レックの通信は1コマの講義が4ユニット制になっています。1ユニット35分 ×4 ユニットで1コマ 2.5 時間のですね講義構成になっています。なのでこれ1日の中で例えば朝早く起きて35分1ユニット講義を受講して、で出勤して例えばお昼休みにまたね1ユニット35分ですね講義を受講して、で帰宅してから残り2ユニットですね講義を受講するって形で1日の中で35分の隙間があれば講義を受講することができるですね。そういったねメリットがあります。つまり通信4ユニット制のレックの通信というのは自分の生活の中に講義をですね入れ込みやすいですね。そういったメリットがあります。特にこの速習コースというのは年明けからある程度こうタイトなスケジュールで講座を、ね、こう紹介していかなきゃならないので、やはりこう自分の生活に講座の、ね、こう受講を入れ込みやすいですね通信の方がおすすめなんだということになってきます。で一方このアウトプットの方ですね、こちらは生クラスもあります。で生クラスの、ね、スケジュールとしましては、まず実践討練はこの東京の水道橋本校だけの実施になっていまして、日程としましては3月の26日から3週にわたって午前中10時から行政法規、午後2時から鑑定論ですね、毎週日曜日午前午後3週にわたって実践討練ですね、3回3回計6回ですね実施されるスケジュールになっています。で模試ですね、全日本担当公開模擬試験、こちらの日程は4月の16日の日曜日が模試の日程になっています。でこちらはいくつか全国で実施される本校がありまして、全国で14の本校でこの模試については生クラスがあります。水道橋で札幌、富山、金沢、静岡、梅田駅前、京都駅前、神戸、岡山、広島、福岡、那覇と長崎駅前、佐世保駅前ですね、全国14の本校でこの模試については生クラスが実施されます。なのでこの模試だけはですね生で受けたいという方はこちらのそばの本校で模試ですね受講することができます。なので、受講の形態としましては、受講の形態としましてはインプット部分はこの通信のみですよね、生クラスはありません。で受講の仕方としましてはウェブで受講するのか DVD で受講するのかいずれかになっていきます。ウェブ受講というのはパソコンだったりダウンロードしてスマホだったりして、まあ、講義をですね、受講していく、そういった形態です。
こちらで視聴期限がありまして、2023年度の8月末が視聴期限なんですけど、一方 DVD というのは DVD が送られてきて、でそれでね講義をね受講するという形で、まあ、手元に教材が残る分ですね、少しあのウェブよりも値段がね受講料が高い設定になっています。あとはアウトプットの受講の仕方でさらにこう受講形態が分かれてきまして、実践と連模試すべてを通信で受講する形態と、あとは模試だけを通学するって形態ですね。模試だけは通学する、全国14の本校いずれかに通学するっていう形態と、あとは水道橋本校だけなんですけど、実践統連模試いずれも水道橋本校に通学して受講するですね。大きく3つに形態がさらに分かれてくるんだということになってきます。ちなみにこのインプット部分の通信部分ですね、ウェブだったり DVD、 あの講義内容はね全く同じです。ただウェブで見るのか DVD でね視聴するのか、その違いだけで講義内容は、ね、同じものとなっています。で通信ですと直接講師にね質問できないとか、そういったデメリットがありますよね。ただこの速習コースについてはメールでの質問制度ですね、教えてチューターというですねメールでの質問制度がついています。これはあの講義、ですね、回数制限もなくてですね、で、講義内容だったりあと勉強の方法等ですね、あの何でも構いません。鑑定論については私自身がお答えしていきますので、特に週末とかでなければ大体1日ぐらいであの質問返せると思います。なので直接質問できないですね、代わりに十分なり得るのがこの教えてチューターのメールでの質問ということになっていきます。でこの速習コース申し込んでいただきまして、見事担当式試験合格していただきますと、続いては2024年度はこの論文だけのコースを続いて受講してもらうということになっていきます。で見事速習コースで担当一発で受かっていただきますと、あの合格体験記とかねちょっと書いていただく必要あるんですけど、これあの 40% 割引になるようなそういったね割引制度なんかも用意してますので、なのでまずはですね2023年度はこの速習コースで短期間で担当合格を目指してほしいということになってきます。ではこの速習コースですね、どういった方がおすすめかと言いますと、まず宅建知識がある方ですよね。あの宅建試験で学んだことを一番ですねあの使うことができる親和性が高い資格はですね、あの鑑定士だと思います。特にこうね直近に宅建の勉強されてた方は、今あの宅建で学んだ知識がですねあの貯金として残ってる状態です。でそれって時が経てば経つほど貯金がねどんどん目減りしていきますので、ぜひね今ある貯金をですね有効に活用してもらいたい。でその有効に活用できる、ね、一番親和性がある資格がですねこの鑑定試験になっていきます。なのでまずね宅建試験受けたり勉強したりした方ですね、おすすめなのが速習コースということになってきます。続いて過去に学習経験がある方です。例えばね独学等々で過去に鑑定試験勉強したんだけど、まあ、残念ながらねちょっと合格できなかったって方です。この速習コースというのはコンパクトに効率よく知識をですね学んでいくことができますので、過去にこれ学習した方がですねもう実はねおすすめなのがこの速習コースということになってきます。あと短期集中学習で一気に担当突破をしたい方です。もう年明けになりますと、いやもう年明けたんだからゆっくりと2024年度向けに担当論文を同時にゆっくりと勉強していきたいって方もいると思います。もう年明けたんだから焦らずに2024年度に向けてコースを取って担当論文を同時に勉強していくって方もいると思います。それは決しての戦略として間違いじゃないんですけど、ただ最終合格を近づけるために一番重要なのはこれ担当にできるだけ早く合格して担当の負担をなくすということです。なので2024年度に最終合格をするためには2024年度に担当論文同時に学習するよりも2023年度に担当受かってしまって2024年度は論文だけに特化した方がこれ最終合格2024年度の合格の可能性これ高めることになってきます。やはりねできる限り担当はですね負担をね早くねなくした方がね最終合格を近づけることになってきます。あのゆっくりやるということは期間が長くなるということですね。
期間が長くなるとモチベーションの維持とか大変なんですよね。で、速修コースというのはもう年明けから4ヶ月で集中して担当合格を目指す。これ4ヶ月間しかないので、モチベーション維持なんかも考えるまでもなくですね、本試験ができます。なんでそういったことをもう考える暇もなく集中してできますので、そういった意味では短い方が、短期間の方が集中して効率的で勉強ができる、ね、そういったメリットもあります。で、この年明けから担当の合格を目指すコースはもうレックだけです。レックだけしか用意してません。なのでぜひ鑑定士ですね、興味持っていただいたならばですね、今の鑑定業界本当に人手不足ですので、この速修コースで短期間で2023年度担当に合格をしてもらいまして、で2024年度は論文に特化して、で最終合格をして、で鑑定士になっていただきまして、今鑑定業界とか変革期にありますので、次の鑑定業界の担い手にですね、今視聴する皆さんがですね、なっていただけたのは、ね、ありがたい限りであると思っております。はい、じゃあ以上をもちまして私の会談を終了させていただきます。ありがとうございました。